阪神851系電車。阪神851系電車。阪神851型電車は、かつて阪神電気鉄道が保有していた鉄道車両で、続いて製造された861系、881系の各形式ともども新設軌道線の急行系統を中心に運用さ、特徴ある貫通扉のデザインを、はじめ阪神間モダニズムの影響を大きく受けた内外装をもって登場した昭和戦前期の阪神及び関西私鉄を代表する車両の一つである。本項目では861,881の各形式についても合わせて紹介する。1930年代中期から後期にかけて阪神間の鉄道は大きな変貌を遂げた。それまで中長距離輸送主体だった国鉄が1934年7月の吹田須磨間電化に伴う商船電車開通と同時に大阪神戸間で給電の運転を開始、都市間輸送にも積極的に参入するきっかけとなった。一方の私鉄側も1933年の阪神本線の神戸市内地下化工事完成、1936年3月の阪神本線神戸市内地下線が元町に、4月には阪急神戸線が三宮にそれぞれ延長、1939年3月には梅田駅が地下化されるなど、現在につながる路線やインフラなどが、商船電車界の前後数年間に完成した。阪神では地下化工事に着手するとともに、木造車の3013億1132万1331の各形式の交代化工事を推進、すでに1001兆1101億1111万1121の各形式が登場していたが、最後の331型から1141型への改造工事に取り組んでいた1936年2月、翌月の元町延長に伴う所要車両数の増加に対応して、急行電車用に7年ぶりの新車として、1001系、各形式の交代化における成果を取り入れ、急行用にふさわしい新車として大きく、モデルチェンジした851型を増備することとなった。851系各形式は、以前急行用として製造された801,831型が3扉であったのに対し、この時期には、新設軌道線から併用軌道区間が消滅していたことから、1001系各形式同様に扉で、ゆったりとしたロングシートを採用したほか、車体長を1メートル延長して、約 14.7 メートルとし、1001型とは異なり1/4位の乗務員扉上部に行き先方向幕を設け、側窓も車掌台側の小窓を除き大型窓を配した D1D6D11D の側面窓配置を各形式共通仕様として製造された。また、車体はこの頃から一般的となった溶接を多用してリベットレス化をし、極めてスマートな外観となった。さらに、すでに阪神の特急は小型車とはいえ4から6連という当時としては超編成を組んでいたことと地下線内を走行することから明瞭な車内案内のために当初から車内放送装置を設けていたことが特筆される。851系各形式を特徴づけることとなった前面は801型までの中央配置に対して831型や1001系各形式同様進行方向左側に置いただけでなく、それまでの前室運転台を、改めて半室運転台を、要、運転台として使用するときには、当時珍しい曲面ガラスを用いた、仕切り扉で客室と分離、車掌台や貫通路部分は乗客に開放することで、収容力の拡大を図っていた。また、この時代の阪神ではすでに3から4両連結して、編成を組んでいたが、中間車に組み込まれるときは仕切り扉を畳んで、運転機器を覆い、運転台にも客を入れられるようにしていた。そして貫通扉には折り戸を採用した上で、展望効果とデザイン性を狙って従来車と異なって、前面ガラス張りと言っていいくらいに、窓部分の天地寸法を拡大、そのガラス張り貫通路が先頭に来たとき、貫通扉に斜めに取り付けられた手すりがいいアクセントになって、店の入り口のように見えることから、鉄道ファンには喫茶店と呼ばれていた。このほか、パンタグラフは一部の例外を除き、奇数車大阪向き、偶数車神戸向きに取り付けられ、連結機は急行車共通のバンドン式、密着連結機を取り付けていた。ちなみに、851系の計画時には、車体長19メートル、車体幅 2800mm の大型車として製造することも計画されていた。しかし、阪急勝か、阪神勝か、と、マスコミで大きく煽られていた坂の三宮延長に対抗するため、施設改良に時間のかかる大型車の導入は見送ることとなった。この結果、阪神の車両大型化はその後の戦災や度重なる自然災害からの復興に多大なエネルギーを割かれたことから、1954年の3011系の登場まで20年近く待たされることとなった。各形式の概要については以下の通りである。1936年4月からの神戸市内地下線元町延長に伴う運用増に伴い、1936年2月に851から857の7両が日本車両製造で製造された。車体は1111系以来の幕板の明かり窓もそのまま継承され、前面は正面の雨どいを緩やかなカーブで下げ、その上に水切りを取り付けてアクセントとしていた。また、車両の溶接技術も進んだことから、同時期に登場した1141系、同様車体裾部以外は、ノーリベットで登場したほか、アンチクライマーも省略された。台車及び伝送品は、台車が831系841842及び1001系10151016で使用した両抱き式ブレーキとローラーベアリングを本格的に採用した汽車製造製ボールドウィン78から 25AA を装着。モーターは東洋電機製造製 TDK-513T。制御機は芝浦製作所製の RPC-51。ブレーキはアム自動空気、ブレーキ、パンタグラフは、芝浦製作所製 RPG-17F を、それぞれ装備した。このうち、857は、台車にカバーを取り付けた姿で登場し、そのために乗務員扉下のステップがなく、屋根上に、釣り合い空気溜めを移設していた。このようなカバーを取り付けた理由は不明ではあるが、騒音や、粉塵の飛散防止が目的であると推測されている。カバーはほどなくして取り外され、機器の配置も他社と同一になった。851系の登場後、元町延長や沿線の海岸部に多くの工場が進出したことによって、特急を中心に利用者が大幅に増加、さらなる増発、増結が求められるようになった。このため、1937年7月には851、系の仕様を若干変更した861系、861から877の17両が川崎車両で新造された。851型との変更点は以下の通り。このように戦前の鉄道車両の製造技術が質量ともに頂点を迎えた時期に製造されたことから、同時期に登場した併用軌道線の金魚鉢こと71系同様。出来栄えも装備品も優れた車両として登場した。日中戦争の勃発後、金属、機械の重工業や軍事工場が沿線に続々と立地し、合わせて1939年の梅田駅の地下移転に伴って、さらに利用者が増加、特急、臨時急行の輸送力増強が喫緊の課題となった。同年6月に、鉄道省に対して881系30両の増備申請を行い、12月に認可されて、全車川崎車両において製造が開始されたが、物資統制が厳しくなったこともあって、最初の15両が登場したのは1941年8月の中等学校野球輸送大会は、地方大会の途中で、中止からで、1942年には残り15両が登場したが、そのうち10両は太平洋戦争中の資材不足のため坂発のモーターなし車両、制御車として登場した。このほか、戦時体制に入ってからの収益となったことから、併用機動線の201系同様、それまでの車両から内外装とも簡素化された形登場した。変更点は以下の通り。881系の申請時に、申請した両数が30両と多く、しかも全車が電動車であったことから鉄道省では、認可に難色を示し、なかなか製造認可が下りなかった。そのため、阪神では881型が15メートルに満たない小型車であり、当時の商船電車の代表的な形式である、モハ41型に比べると、客室面積がその6割しかないことや、小型車ゆえに大出力モーターを搭載することができず、MT 編成を組成できないことから、やむなく全車電動車として申請していると説明した。その際、鉄道省側からは、車両が足りないというのであれば、併用機動線用の車両を、新設機動線で運用できないのかといった紹介があったそうである。その後、1942年に881系15両の新造計画が立てられたが、資材不足のために実現することはなく、同年に登場した896から910の15両が、阪神における車長14から15メートル級の小型車最後の新造車だった。851型は、1936年3月の神戸市内地下線元町延長に合わせて、登場、期待の新車として、801,831 型、などと混結して3から4年で、特急運用を中心に充当され、翌月に、三宮延長を果たした、阪急90920系や、同じく4月から、阪神の元町延長に対抗して、九電を元町駅に停車させるようになった、省電の代表車である、モハ52系。モハ42系を向こうに回して、三つどもえの激しい乗客獲得競争を繰り広げることとなった。翌年の861系増備後からは、同形式で基本3連と付属2連を組成、付属編成の増改結をこまめに繰り返すことによって、3から5連のきめ細かな運用を行っていた。創業以来阪神は、全車電動車であり、ラッシュ時の5連運用においても全車がバンタを上げて、走行する姿が見られ、迫力あるものとして、鉄道ファンの羨望の視線を浴びた。また、881型は登場当初、電気連結機を装備していたために、同型車のみで編成を組んでおり、881系の第一次増備車が登場した。翌年の1942年3月16日から、急行系車両の6連運用が開始された。同時に、この頃から881型と多形式との並結運転が開始されたが、その時の電気回路の接続は、電気連結機ではなく、ジャンパケーブルを使用した。881系のうち、制御車として登場した車両と電動車として登場した車両の番号が混在しており、しかも制御車として登場した車両もパンタグラフを搭載していたため、増改結時に制御車だけを切り離して、本線上で立ち往生といった事態が発生した。このため、登場後間もなく、制御車と電動車の番号振り替えを実施、896から900を電動車に、901から910を制御車に整理し、制御車のパンタグラフを取り外したが、この時に896が偶数車ながら、大阪側にパンタグラフを搭載し、901が逆に、神戸側にパンタグラフを搭載するという、通常の車両と逆配置で登場した。戦火が激しくなるにつれて、重要物資の統制による資材不足から故障が多発、881系の電気連結機も、雨水侵入によるアース発生で、電気配線を焼損する事故を多発させたことから、881系の編成においてもジャンパケーブルを使用することとなった。また、せっかく開始した6連運行も、故障車両の増加による車両不足のため、1943年7月10日から再び5連運用に戻った。このような状況においても、稼働車両の確保に努めていたが、太平洋戦争末期の1945年になると、戦災の上に事故が重なって、車両不足は深刻なものになってしまった。4月23日未明に、三宮駅構内で発生した火災によって851、計画形式のうち10両が全焼、6月15、22日の尼崎空襲で883,895が半焼、874が中破した。これらの車両のうち三宮構内被災者は1946年6月29日付で一旦廃車されたが、1948年までに制御車として車席復活、その後1952年までの第二次整備で電動車として復旧した。このほか、881系の未電装車両のうち、被災者904,905以外の8両は1948年に電装取り付け工事が実施され、晴れて電動車となった。残った車両も酷使がたたって、終戦直後には稼働率が極端に低下、ついには国道線で代行輸送を行うところまで落ち込んでしまった。ただ、その後の復旧の勢いは目覚ましく、終戦からわずか4ヶ月後の12月30日には、関西大手私鉄では、戦後初の急行運転を開始、ライバルの阪急神戸線や商船電車の先を行く、復旧ぶりであった。また、この時期には、在籍車両の半数近くが被災した601型や、電装品の故障に悩まされて、車両の稼働率が低下した1001計画形式の応援に、801,831系ともども、普通運用に充当されることもあった。しかしながら、復興は2歩前進、一歩後退のペースで、1947年7月には、住吉駅御影駅間の架線切断によるデッドアースで853が全焼したほか、1948年6月には897と制御車として復旧したばかりの904が、尼崎車庫構内の火災が延焼して、全焼、再度工場で、復旧工事が施された。それでも復興は、着実に進み、1947年頃から、数年間は窓周りを、クリームイエローに塗った、ツートンカラーの車両が登場したほか、側面のナンバーの自体も現在の縦長ゴシックとなった。1949年5月には5連運用が、復活。1950年には、梅田三宮間の所要時間が、戦前並みの36分まで短縮。同年秋には、JN 台風の被害を受けたものの、前述のように1952年までには、戦前の最盛期に近いレベルまで復興した。851計画形式は、戦後しばらくの間も、阪神の主力車であったが、1954年の3011、型に始まる大型車の登場以降は、主力の座をこれらの大型車に譲ることとなったものの、1950年代後半までは、ステップを取り付けられた上で、大型車に越して、急行や準急を中心に運用された。しかし、1954年12月15日に、発生した摂津車両の火災において8,648億7,188万3,905の4両が被災したが、そのうち864と905の2両は、翌1955年12月15日に廃車、905は当初制御車として登場し、戦災復旧車でもあったことから、電動車として運用されたのはわずか数年であった。また、1956年までに、正面のエアインテークに標識灯を増設し、車内照明を蛍光灯に改造したほか、801系の制御機を11,111,121系の PC-5 に換装したことから、1957年までに、被災復旧車は PC-4A、その他の車両は PC-H と自動加速専用に、簡素化された制御機に換装した。このほか、1958年には、阪神パークで開催された科学博を PR するために881系5連の車体をクリームイエロー、屋根をグレーに塗った特別塗装車を登場させた。その後も大型車の投入が進んだが、1950年代後半の新設機動線は、併用機動線から71型を借用して、小型車を捻出するほど車両数が不足していたほか、1960年代初頭は、普通用のジェットカー各形式を増備して、普通を高性能化することで、全体的なスピードアップを図ったことから、置き換え対象とならなかった851系各形式は5から6連で、旧や準起用主体に運用を続けただけでなく、ジェットカー量産車である 5101.5201 系登場前には、ラッシュ時の普通運用に投入されることもあったほか、2連で西九条開業前の電防線、現在の阪神難波線の運用にもつくことがあった。1963年2月のダイヤ改正で、小型車の運用が朝ラッシュ時に限定されるようになり、前後して71型が併用軌道線に引き上げたことから、85万1852の2両が着脱式のステップを取り付けて、婿線の運用に充当されるようになった。その後、85万1861系全車と881系の一部の台車が80万1831系の廃車発生品の台車と交換され、捻出されたボールドウィン台車は7801系の付随車である901系のうち34両に流用された。851系各形式の淘汰は1964年から開始され、5月に2両が廃車されたのを皮切りに6、8月に各5両、9月に4両が廃車され、1965年には6月に7両、8、11月に各6両が廃車されたほか、85万1852に代わって88万1882が、向川線運用に充当されるようになった。この時点で851系各形式は17両が残るのみとなり、同年11月8日午前7時38分甲子園駅発の梅田駅区間急行を最後阪神本線から撤退、同列車は約1200人にも及ぶ満員の乗客を詰め込んで梅田駅に到着、何のセレモニーもなく静かに運用を終えた。しばらくは予備車として残留していたが、12月に半数近い8両が廃車、1966年には残った9両のうち3両が廃車、5両が旧車となって営業車として残ったのは881のみであった。旧車のうち2両は4月に廃車、残った3両も11月に廃車され、最後に残った881も向川線の運用が1967年3月20日から3301系の運用となったため保留車となった後、同年9月11日付で廃車された。これにより大手私鉄で初めて吊りがかり車が完全に淘汰されたと同時に、ここに創業以来60数年に及ぶ阪神電鉄の小型車の歴史に幕を下ろした。一部車両は地方私鉄に譲渡されている。その概略は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。